ねえ君、20ヶ月もの間子供を身ごもっていることができると思うかい？また謎か？それとも怪奇かね？不思議じゃないか。妖怪変化の存在も君は信じるのか？これは産めだ。子供を抱いてくれとせがむ女の化け物だ。何か見えたのか？消えたんです、鍵のかかった密室から。消え失せた。絵の傷には見えるからな、他人様の記憶が。見えたんだよ、カエルの顔した赤ん坊が。なあ京極、本当にあんのか、月物筋ってやつは。運命から逃れられないのです。月物筋の血筋は鍵を持ったまま戦時中行方不明になっています。呪っています。人間の脳は目で見たことを自分の都合のいいように変えてしまうことがある。僕は正常なんだ。私を助けてください。京極堂、頼む。不穏事件の呪いを解いてくれ。この館に作っている妖怪産めを退治しに参りました。いいか、京極は3つの顔を持ってる。不思議な方ですわ。見てはいけないものもあるんだよ。探偵や刑事の出番じゃない。拝み屋を呼べ。突き止めたのか、真相を。産めの夏。この世には不思議なことなど何もないのだよ、関口君。産めの夏、いよいよ公開。